出演者同士は一話ある程度ですね、声の熱気であったり声の大きさであったり角度であったりで最初は立ち位置っていうのがあるんですけど、詰まったりとか離れすぎたりとかっていうことがあるかなと思ったんですけど、稽古をしていくと役者同士で気配と距離感と声で見事に定位置に立ってますね。しかもお客さんに伝わるようにお客さん側に微妙に顔を向けてたりとか、そこはやっぱすごいなと思いますね。衣装はもちろん着てます。スーツの音であったりジャージのシャカシャカであったりとか、服によって音が違うので音のノイズがはっきりするような服を着る時があります。ですが通常の服と同じです。スキーウェアであったりとか靴の音もですね、革靴であったりね、スニーカーであったり、例えばナイキのエアでも厚底なのでそれだけでも靴のノイズが違うので、その登場人物のキャラクターが分かったりどこにいるかっていう気配も感じたりとか皆さんしているようです。